意味でって感じですね。やばいなこれ。焼神は結構コメントとしては渋い。焼神だな。ヤマンバもありましたよ。ヤマンバゲットあったと思う。ヤマヤマヤマンバ。いや、そんなのないですよ。バンバ。最近何してちょっとつまんねえな。狙ってるちょっと一回吉本新喜劇連れてった方がいいかもしれない。なんでもっとコテコテになるだけじゃないですか。関西の人間に、関東の人間がそういう言うな。俺なんかもう一回も言うな。だから買ったやつの方が分厚い。まあ手作りで手作業でやってるから。同じことだよ。今究極のなんかすり替え、話術のすり替えみたいなことって、マジックみたいな。途中俺らが攻めてきたのに。いや違う違う。わざわざずるかったよね。そっちらが薄いって言ってんだけど。いやそうそうそう。ちょっと俺は分厚いって言っちゃう。なんか負けちゃった。途中負けましたよね俺ら。全然違う。
ほんとそう、ほんとそう。あ、うまっ。え、アナウンサーなんでこんな長いの。あ、僕ファイト。兄貴っていう人間が存在してるだけで、これだけの人間が幸せを感じるんですか。言わなければ絶対いい評価になる。めっちゃ面白い。言っちゃうからバレちゃう。何何。ああ、なんでない。なんでない。なんでない。間違えました。間違えました。何めっちゃ面白い。めっちゃ面白い。振り出しに戻るから。おかしいおかしい。今日マイナスからさ。マイナスから。ファイナルビートの中でのその判断基準がおかしくなったんですよ、ね。マイナスから。アイナミと言ったらもうそれはもうひどい。そんなこと言ったから。欲しい。そういうところに事務所今日認められたじゃない。辛いところだね。そういうところダメだろ。下がった。それダメだろ。しないで。でも俺検査できないから。なんで逆に褒めてんの。そうけど一つ情報で何をしてる。太ってるからでしょ。それはそれやめて。もちろん確かに太ってる人いるの助かりますもん。実質青天井みたいなもんですよ。体重どんどん増え続けてる。前なんかさっきの感じ懐かしいっすね。よっしゃ最後の MVP。最後の MVP なんですか。2作です。2作です。第1次桐生健太郎の2作です。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、お前すごいちっちゃくて左側に顔回す。ありがとうございます。うまい。あそこ伸びるじゃん。あ、やばい。赤身の方、波炭ですね。真ん中の方。いや、うちの方美味しいよ、生やから。うまっ。あ、部位的にはそんななんですか。そう、炭ってまあ、長いやん。先がっていうか、でもって元があって。こう、真ん中の脂を乗ってるのがさっきの寿司とかで。あ、先の方、全然あれが違う。赤いのは先の方。美味しい、この食感とか。あ、美味しい。あ、そう。お前それはこれ汚い。これ純金じゃ、純金ではねえだろ。これ純金なんだよ。サッカーでこういう立場なんで結構ファイブビートがみんなが来てる調子乗らしてもらってますけど、大学の時も同じようなやれや。今の時代別に行けるから。あれですね、この前竹原の竹原の YouTube あるじゃないですか。考えになりますよ。あれ見てたら親父ファイトって名前出てきました。親父ファイトって出てきたんですよ。竹原の YouTube、朝倉未来が主催した大会の YouTube の時になんか、はい、あ、親父ファイトみたいなもんかって言ってすげえんだな。竹原、いや、だからすごいな。じゃあ親父ファイトに言ったんですよ。あんなの連れてくるのに卑怯ぐらいのこと。いや、あの試合はもうちょっと兄貴はボッコボコしちゃって、普通だったら勢いに勝てるみたいなところあるんだけど、兄貴はそこを全然知らんかった。そこを内容相手は勢いで来てんだけど、そこを勢いで来るって分かってるのか分からないけど、それ以上のちゃんと内容で引いて、わざと相手がガン来たところ一歩下がった後のカウンター、カウンター合わせて全部決める。ボッコボコにして、あんなのは卑怯だみたいなこと言われちゃって。でもあれこれ3枚しかない。いや、すごかった。ボッコボコしてましたもん。でもそれでも相手は前に行った方が強いみたいなイメージであるから、どんどん前に来る。それを全部
全部もう残して。あの時なんか MVP もらったんですけど、あのまあなんかこう僕がすごい組み合わせ相手あったんですよ。ガッチリハマった。確かにあの時今のこと見てたから。あ、食べて。そうです。どうした？あ、はい。はい、聞いてください。今のこと見てたから。今岡がもう。いいですか、すみません、ありがとうございます。相手の、はい、行ってください。天才や、ボクシングだ。やばいぞ、まだ肉が。ロース、ハラミ。どちら？ロース、ハラミ、カルビです。素晴らしい、ロハカ。見てるかよ。見てるか、さこたち。ここは使うから。白米が。店員さんじゃないから。なんて店員さんじゃないから。白米。ご飯ってあります。あ、ご飯。頼みます。全員分で。そうね。あ、やっぱ梅酒は。すいません。梅酒は一つですね。これ、どうしますか、もし取って。前は兄貴と一緒にいたじゃないですか。これまたあの時間で、うちの業者なんですよ。あ、これどういうの？てか夜だけでもいいよ。俺どうせあのギリギリ終電ギリギリまで。夜いける？締め用の石切り前の話があって。で、俺はいるんで大丈夫です。いやいや、一緒に。もうね、もうこれぐらい。どうぞ。兄貴んちで土曜日何ですか？あ、でもいいし、徳さんちでいいし。あの、俺、もし土曜日何ですか？あ、そうなんですか。今、来てくれたのかな。じゃあ、あ一生ピッタ合わない。で、うちの業者なんですよ。あ。え、これ土曜日？てか夜だけでもいいよ。俺どうせあのギリギリ終電夜いける？締め用の石切り前の話があって。俺はいるんで大丈夫です。いやいや、一緒に行きましょう。もうね、もうこれぐらい。どうぞ。兄貴んちで土曜日何ですか？あ、でもいいし、徳さんちでいいし。あの、俺もし土曜日何ですか？あ、そうなんですか。今来てくれたのかな。じゃあ、一生ピッタ合わない。もう全然全然やるってか、別にあのやるときからチェックする。え、マジで、どういうの？多分いけると思う。オーケー。え、お父さん、夜もなる？女女なんだったら許される男。女ってことでしょ。そっち系なの？で、彼女、一緒にやってるの？やってないっすね。確かに、同期生。同じだよ、ほら。いいな、そういうの。羨ましいな、羨ましいな、欲しいな。欲しいな。欲しいって言い方してるやつ、持ってないっす。どうなってんの？どうなってんの？あれ、どうなってんの？ちょっと何言ってるか分かんない。聞いてない。そのネタ聞いてない。あ、言ってるから。聞いてない、聞いてない。何言ってた？聞いてない。聞いてない。なんかあったんですか？何で進んでないですか？健全な付き合いして。俺、上さ。それで俺、ポーカーが今何人言ってるのか気になる。上です。何人言ってるの？あれ見ろ、な。これが一番前。上です。やっぱいい肉食うとちゃんとペッペな。関係あんの？コンビニとかポテチとかだと、いや、お腹いっぱいならないんですよ。逆にいいもんな飯って最後に言われる。臭い飯生きてるから。ネタのオタフクのなんかオタフク納豆あるじゃん。オタフク納豆してる。あの顔になってる。オタフク数3回ぐらいなったことある。
風邪じゃなくておたくの納豆の顔でやったの。そこも通じない。ジャニーも通じない。めちゃくちゃ難しい。誰が悪いか分かんない。俺が悪い。よかった。よかった。気づいたけど。よかった。よかった。気づいた。気づいた。よかった。やっとった。みんな、ね、気づいた。じゃあ、ようやく言う。ようやく言う。ようやく伝わるよ。俺今なんて一生懸命スケロで差し伸べたら、いや違う。いや風邪じゃない。本当に分かんない。大丈夫大丈夫。これがちょっとさすがに周り一つの衝撃的ぐらい。アナに一番前。アナに一番前。あの思ったより悪いかもしれない。あかん。じゃあ兄貴これ、じゃあこっち行ってみて。よっしゃ、これうまいね。あ、これ誰が飲んでるの？どうしてるの？これじゃないの？どうしたの？これ食えるの？どんくらいのプラミナ？いただきます。花見行こう。花見そのままでいいですか？あ、そのままで、オッケー。次のからみは発表します。ニンニクでいきたいです。すべて食べ放題の誘い断ってる。明日仕事なんだろう。ありがとう。